さあ攻守方向変わりまして、これより第2クォーターに入ります。今度は愛知はスタンドから、メインスタンドから見まして、左から右に攻める格好に方向の向きが変わります。ただいまより第2クォーターの始まりです。セカンドダウン6。さあランニング枠に落とせまして、中央突破を図らせました。愛知ゴールデンウィングス中央プレー、キャリア40番でしょうか、託されまして、中央突破を果敢に敢行しまして、約2ヤードのゲイン。愛知ゴールデンウィングスサードダウン、キャリア40番は小沢。愛知サードダウン4。クォーターバック7番、パスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクラム、攻撃権更新図らんとしましたが、しかしこれは佐藤建設27番が対応しまして、フォースダウンに持ち込みます。クォーターバック7番は長浜、これを仕留めました佐藤建設、スタンディングベアーズ27番が直江。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン、愛知フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。ここも愛知カバーよく佐藤建設を自陣20ヤード付近に押し込む形で攻守交代となります。佐藤建設スタンディングベアファーストダウン10。佐藤建設自陣18ヤードからファーストダウン10。パス不成功。パス不成功。横に展開線とワイドレシーバー19番に向けての横パスを展開しましたが、このパスは不成功となりました。横パスは状況によって後ろパスとして判定されることがあります。先ほどのプレー微妙でしたが前パスの判定でした。スタンディングベアーズセカンドダウン。佐藤建設セカンドダウン10。さあランニングバックに託して中央へのランプレー、キャリア3番突破、9番の突破力にかけましたが、しかしこのゲインは1ヤードにとどまっています。佐藤建設スタンディングベア佐藤建設サードダウン9。ここでクォーターバック17番下がりまして、パスを投じようとしましたが、これを愛知45番が仕留めまして、キュービーサックパスを投じる前に倒しました。見事キュービーサックしました愛知ゴールデンウィングス45番は山田。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン。佐藤建設フォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。
ナイスパンツ。エンドゾーンの中の非常に厳しい状況ながら見事このパントによりまして相手陣にボールを押し返しました。愛知陣40ヤード付近での攻守交代となります。攻撃権は愛知ゴールデンウィングスに変わります。愛知自陣42ヤードからファーストダウン10。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。パス不成功。パス不成功。クォーターバック7番左に展開した反則が発生しているようです。30番にパスを投じましたがここでイエローフラグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則が発生した地点から10ヤード抜体しファーストダウンやり直しという形になります。失礼しました。ペナルティリクライニングセカンドアウトです。しかしこの反則佐藤建設取りません。一つプレーを失敗したという形にしセカンドダウンという形に変えます。罰則も結果的にない形になります。従いまして愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン10。ボールオンは自陣42ヤード。パス不成功。ここで左に展開したワイドレシーバー18番にパスを投じました。しかしこれを佐藤建設0番見事にカバーしておりましてパス不成功としています。ダウン1つ失って愛知サードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィークスサードダウン。愛知サードダウン10。ボールオンは自陣42ヤード。クォーターバック8番パスを投じようと構えましたがここを佐藤建設77番が吸収しまして QB サックパスを投じる前に倒しました。3ヤードロスを奪ってフォースダウンと変わります。見事 QB サックしました佐藤建設77番は石橋。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン。愛知フォースダウン13パントフォーメーションを選択します。さあリターンに入る。ここでイエローフラッグが発生しています。ここでさあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。反則が発生している模様です。佐藤建設スタンディングベアーズフェイスマスクの反則です。ダウンは罰則15ヤード。佐藤建設ファーストダウン。先ほどのプレーで佐藤建設にフェイスマスクの反則がありました。相手選手のヘルメットにあるフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則はパーソナルファウル非常に危険な反則として扱われます。反則発生地点から15ヤードの抜体を受けますが攻守は交代する形で佐藤建設の攻撃と変わります。
先ほどのプレーはリターン中に発生しておりました。つまり攻撃権そのものは変わった状態の段階での反則ということですので、攻撃権は佐藤建設に変わった時点までは正規の流れです。この後の工程での反則のため、佐藤建設ボールが止まった時点からの罰則を受け、15ヤード抜退しての攻撃権開始という形になります。大変失礼いたしました。キックエンドからの罰則施行で、はい、ゴールインです。川さん、訂正が入りました。この反則は攻撃権が切り替わる前の段階での反則でした。従いまして愛知に攻撃権がある状態での反則ですので、愛知攻撃権において15ヤード前進した形になります。従って攻撃権が愛知更新した格好になり、愛知の攻撃継続という形になります。反則はその発生した段階でどちらがボールを所有し攻撃権を持っていたかによってその条件が大きく変わります。15ヤードの罰則が攻撃権が譲渡されてからであれば、譲渡された側は15ヤード下がってからの攻撃開始という形になりますが、される前ですと自分たちの攻撃位置が15ヤード前進しての攻撃条件変更というふうになります。分かるんだって。いいから、ちょっと待って。当初は攻撃が権が変わってからという判断でしたが、厳密には変わる前ということでその判定が変わりました。現在この点におきまして審判団により状況の再確認をしております。ファール。します。佐藤建設。キックエンドから15ヤード抜退して佐藤建設ファースト。最終的には攻撃の権利が譲渡された段階での反則という形に変わりました。結果的に攻撃権は佐藤建設に移っております。その段階での反則ですので、佐藤建設はボールが止まりました時点から15ヤード下げられてのファーストダウンで試合再開です。佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン10。佐藤建設スタンディングベアーズ自陣16ヤードからとなります。ファーストダウン10。さあこのパスはどうでしょう。判定を待ちますが、パス不成功の判定です。
クォーターバック17番右スプリントアウトから内側にいましたワイドレシーバー13番でしょうか、パスを投じましたがこれをジャッグルする形になりパス確保となりませんでした。パス不成功となりセカンドダウンに変わります。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン、佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン10。さあ今度は中央へランプレーを投入しました。ランニングバック3番中央突破をその体をねじ込むようにしましたがゲインは1ヤードにとどまっております。佐藤建設ランニングバック3番は佐藤、チームの代表を兼任しております。佐藤建設サーダーナイン、ランニングバック26番今度はハンドオフから右オープンに展開、外側を突破戦としようとしました。しかしこれも愛知のディフェンス集まりよくフォースダウンと変わります。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン、佐藤建設キャリア26番は宮下でした。佐藤建設フォースダウンでパントフォーメーション、さあ愛知リターンに入った。しかしこれは佐藤建設陣のカバーもよく、ここで攻守交代、佐藤建設陣45ヤード付近でアウトバーンズ、この位置で攻守交代となります。反則が発生している模様です。ここで反則が発生しております。先ほど愛知にランニングイントゥザキッカー、蹴り終わった選手に接触するという反則がありました。5ヤードの抜体しフォースダウン、やり直しとなります。このバントは佐藤建設陣45ヤード付近でアウトバーンズしまして、この時点の攻守交代となります。
チゴールデンウィングス敵陣44ヤードよりファーストダウン10。攻撃権変わりまして愛知ゴールデンウィングス相手陣44ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー86番にパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。攻撃権進みましてセカンドダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン10。ボールオンは相手陣44ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。反則が発生している模様です。審判のマイクが入っていないため反則は分かりませんでしたが、どうやら抜体があった模様です。先ほどの反則は分かりませんが5ヤードの抜体となりました。セカンドダウンをやり直します。パス不成功。ここでクォーターバック7番奥へ走り込んだワイドレシーバー86番にパスを投じましたが、これは佐藤建設のカバーよくパス不成功となっています。愛知ゴールデンウィングス相手陣49ヤードからサーダウン15。愛知ゴールデンウィングスサードダウン。パス不成功。ここでクォーターバックパスを投じようとしましたが、ディフェンス殺到しましてパスを投げ捨てフォースダウンと変えます。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。インテンショナルランディングオフェンス。観測地点でロスオブダウン。ホースターです。オフェンスの反則です。インテンショナルグラウンディング。ただいまの反則は。パスターゲットがいないところに投げ捨てる不正な前パスを展開しました。この反則はロスオブダウン、さらに後退する形になります。従いまして5ヤードバッタリを受け、さらにダウンを1つ失ってフォースダウンと変わります。フォースダウン。配置フォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。このパントによりまして佐藤建設陣30ヤード付近でボールデッドとなっていますが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。
佐藤建設スターティングベアーズ、10ヤードのペナルティーランエイドから施行します。このリターン中で反則がありました。リターンをする際に佐藤建設にホールディング、相手選手を掴んでいたという反則がありました。反則発生地点、ボールデッドした位置から10ヤード下げられる形で攻撃権は譲渡されます。佐藤建設に攻撃権は変わります。佐藤建設ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック17番下がりながらパスを投じましたが、これはディフェンスにパスカットされましてパス不成功となっています。さあ今度はランプレーを展開しました。なにわく3番ボールを託されて右オープン展開を図りましたが、しかしこのゲイン1ヤードにとどまっております。中央プレーゲインは1ヤード。佐藤建設サードダウン9。佐藤建設スタンディングベアーズサードダウン。さあここでクォーターバックがランプレーを展開しようとしましたが、これは愛知がディフェンス踏ん張りましてフォースダウンに追い込みます。ここで愛知ゴールデンウィングス前半1回目のタイムアウトを取りました。愛知ゴールデンウィングス前半1回目のタイムアウトです。タイムアウトを解けまして試合再開です。佐藤建設フォースダウン11パントフォーメーションを選択します。佐藤建設リターン、愛知リターンに入ります。果敢なリターンによりまして、はい、ここで佐藤建設陣35ヤード付近に入りましての攻守交代となりました。素晴らしいリターンをしましたのは愛知ゴールデンウィングス1番の勝本。攻撃権は愛知ゴールデンウィングスに移ります。前半終了まで残り1分48秒。愛知ゴールデンウィングス相手陣36ヤードからファーストダウン10。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。さあここで中央へのランプレーを挟みます。何が来る。35番にハンドオフ、密集点をつくように約2ヤードのゲイン。キャリア35番は水野。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。愛知相手陣35ヤードからセカンドダウン9。
ナイスパスカット。ここで奥に走り込んだ30番へのパスを投じましたクォーターバック7番。しかしこれを佐藤建設5番見事にパスカットしまして、このプレーを阻止しています。愛知サードダウンに変わります。素晴らしいパスカットをしましたのは佐藤建設の5番の有本。サードダウン、愛知ゴールデンウィングス相手陣35ヤードからサードダウン内。パス不成功、パスインコンプリート。ここで愛知はスクリーンパス、ラッシュをあえて中に入れ込んでブロッカーをレシーバーにつける形のスクリーンパスを展開しようとしましたが、このプレーが決まらずパス不成功でフォースダウンと変わります。愛知フォースダウン9プレー選択します。フォースダウンギャンブル、フォースダウン。さあナイスプレーです。パス成功、ファースター、パス成功。クォーターバック7番プレッシャーかわしてワイドレシーバー86番にパスを通しまして攻撃権更新、ギャンブル成功、ファースター。愛知ゴールデンウィークス後半2回目です。愛知ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。愛知ゴールデンウィークス前半2回目のタイムアウトです。愛知ゴールデンウィングスは先ほどのプレーでファーストダウンを獲得しています。愛知前半2回目のタイムアウトを使いました。タイムアウトを取りまして愛知相手陣23ヤードからファーストダウン10。前半残り時間51秒。不成功、クォーターバック7番ディフェンスをかわしながら右に流れて奥にいましたレシーバーにパスを投じましたが、これは佐藤建設のパスカバーにありましてパス不成功。愛知セカンドダウン10、ボールオン相手陣23ヤード。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン、ここでホイッスルです。チームタイムアウト、佐藤建設後半2回目です。ここで佐藤建設前半2回目のタイムアウトを取りました。佐藤建設スタンディングベアーズ前半2回目のチームタイムアウトです。
タイムアウト解けまして試合再開です。ゴールデンウィングスセカンドダウン、愛知相手陣23ヤードからセカンドダウン、前半終了まで残り38秒です。パス不成功、パスインコンプリート。ここでエンドゾーンへ巡ってのパスを投じました。クォーターバックダラン18番競り合いながらキャッチ試みましたが、しかしこれは佐藤建設のカバーよくパス不成功となっています。愛知サードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード、エンドゾーンまで残り13ヤード。さあここで QB サッカー発生するか、トラブルが発生している。ターンオーバー、攻守交代。ここでクォーターバックならパスを投じようとしましたが、そこに佐藤建設ディフェンスラインが殺到、ボールのファンブルが発生しました。ファンブルをリカバーしたら佐藤建設従いまして、ここで攻守交代、ターンオーバー。先ほどのプレー QB サックは発生しておりません。ファンブルフォースによるターンオーバーです。佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン10。さあ佐藤建設ここから攻撃に入りますが、ここでホイッスル。さあプレー開始です。ボールオン自陣28ヤードから佐藤建設ファーストダウン10。ナンプレーによる突破を図りましたが、これはしかし愛知止めます。佐藤建設スタンディングベアーズ中央プレー、2ヤードのロス。チームタイムアウト、佐藤建設スタンディングベアーズ後半3回目。佐藤建設ここで前半最後のタイムアウトを使います。佐藤建設スタンディングベアーズ前半3回目のチームタイムアウトです。試合再開となります。佐藤建設セカンドダウン13、前半残り時間13秒。キュービーサック、ここでクォーターバック17番パスを投じようとラッシュをかわそうとしましたが、愛知それを逃さずキュービーサック大きなロスを奪いました。ここで愛知が試合終了直前半終了直前でタイムアウトを取った模様です。時計が残り何秒か審判から間もなくアナウンスされます。審判からの秒数のアナウンスを待ちましょう。残り時間5秒で試合再開です。
中央へのランプレーを展開しました。前半終了です。ハーフタイム。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半の終了です。 NFA 日本社会人前半終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス7点、佐藤建設3人組ベアーズ0点、西日本社会人ワンタッチダウンリーグの前半戦終了となります。グリーンボールジュニアトーナメント交流戦、愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズ。さあ両チーム前半戦非常に厳しい状況の展開になりました。試合の流れは乗りづらい状況ではありましたが、しかし前半戦終了となっております。その差ワンタッチダウン、状況によって変わらないという展開には違いがありません。状況を立て直し後半戦に期待します。ハーフタイムは10分間です。